強くなってきているということでは、ロックアウトゾーンにいる選手は、ここはもう本当にどうしようというか、本当ですよ。この2人は、まあ、同じチームですから、どちらか一方はね、チームとしてはまずとにかく進んでもらいたいという気持ちに、まあ、非常に調子が良かったあのチームなので、はい、あのまあ、この雨というのがね、本当に、まあ、恨めしいというかね、そういう感じだと思います。さあ、ガーナンバー3、あと数時間するとまた1回雨が上がりそうな雲行きではあるんですけど、ちょうどこの予選の前に前との感覚も見極めながらというところではあります。まあ、でもあんまりこう感覚を上げるためにゆっくり走ってるとタイヤも冷えちゃいそうですし、はい、水煙ですよね。これによってちょっと視界がやっぱりだんだんと悪くなってくるっていうのは注意したいところではありますか。はい、今のところは全然あのクリアで走れるとは思うんですけど、本当にね、その雨が多くて、さてグランドスタンドの裏手の方向から少し雲が薄くなってきたのか、やや上空明るくなってきた様子も見えます。2番手にはアレックス・パロー、3番手には関口祐希、4番手には牧野忠介、5番手には、17号車の北越光大、6番手には17番手、9着地、7番手、1番手、大空を見た、11番手、8番手、大島和也、12番手には11番手、大島和也という、現在はこのタップスウェルブル、まあ本当に場面が弱まってきているなと。平川亮選手は現在14番手、そして石浦博明選手が5番手を上げています。やめた、実はロックアウトゾーンから経験ができた車両に期待して刺激しますから、まあ、それでね、いろいろ空気がこうね、波動
の山地に上がってきました。さあこの後なんですけれども、まだまだ頑張っていた開門コースです。前回のタイムをつけてくるドライバーが多くなりました。西原選手抜けてますね。そのドライバーがですね、第2戦から交代をいたしまして、タコス交代戦にまた戻ってきたという気がしています。タコス交代戦になりましたよね。非常に、今着実にチームの方もですね、この辺りはですね、ちょっと、塚越光大選手としてもね、ポジティブに今、レースをして戦えているんじゃないかなと思います。カーナンバー5番を決まって2番手からのスタートは2点があったりもしまして、チームメイトの山本直樹選手が現在はですね、ポイントリーダーに対しまして、ランキングは5位ということになっています。まあ、最高位が、ね、4位ですから5位はあと1位のメイトになると思いますが、まあ、早く落ちたようなんですけれども、決勝レースに巻き返してください。飛び立とうとしていた、カラスがですね、なんと国本のマシンに接触をして、まあ、バードストライクみたいな感じで、300アーでしたかね、あれはね、はい、バッド的には、まあ、目安に出会ったコーナーを立ち上がって、300アーから南極コーナーに向けて下り始めるあたりで、ちょっと接触をして、難しいアクセントがありました。13番手もこういうことで、今日は10番手、予選を終えているわけなんですけども、このスタートを切ります。東中エレクスチームインパルス平川亮ですね。さあこの平川亮なんですけれども、この週末を迎えるときで結婚と、そして、お子さんの誕生、これがちょっと難しかったようにして、そのタイミングをですね、わずかにずれてしまったんでしょうか、まさかのですね、9番で終了ということになりました。まあ、チームメンバーなんですけど、ドイツクマスターズの試合を受けて、フォーミュラーはしばらく乗っていなかったルーカス・アウアーなんですが、今シーズンからこのスーパーフォーミュラーにしっかり腰を据えて、マットベルガーという元 F1 ドライバーの甥っ子でも有名ですよね、ルーカス・アウアー選手。次にカーナンバー16番から、カーナンバー51番を受けるランク16番手からスタートです。トップタイムは36秒92です。今は36秒92です。
ることではなくて、これはですね、リンガーを走ることで、スターティンググリッド上の、まあ、水はけを今しているという。Thank you.
か、こういうロスタイムっていうのはやっぱり見たいですね。